こんにちは、ライムです。ということで今回は魔王ルミナスの血踊り、合ってんのかなまあいいわ。こちらの新しいイベントの全人類待望極み星5キャラなし地獄級攻略解説はい、ということでね、皆さんこちらやっていこうかなと思います。で、今回このルミナスのイベントについては制限かかっております。はい、勢力制限だね。統率者異界神話、リチの英気、シズの意志、オーガの誇り、階層踏破の使者の戦闘キャラのみ編成可能ということになっております。これもちろんこれ戦闘キャラ制限ということだから、加護はね何でも OK なので、基本的な軸というか考え方としては、皆さんの持ってる加護キャラで決めていくっていうのが一番いいのかなと。で、手持ちの加護キャラを見て、なおかつ、自分のパーティー、その手持ちのこの限られた制限された中でどのキャラがバフができてとか、そういうことを見ていくのがいいかなと思う。基本的なその戦闘のそのパーティーの組み合わせっていうのは変換スキルと、あとはバフだから、あと加護か、基本この3つをどうかなっていう考えでいくとパーティー組みやすいかなと思います。で、その中でもですね、今回極み星5キャラなしという編成でいくんですが、まあそれ後でいいか、とりあえず、うん、とりあえず敵の情報から見ていこうか。こんな感じになってて、今回ルミナスさんに関しては無属性です。で、HP 96万で、魔法攻撃タイプで攻撃力が9159、防御力7745。まあ地獄級にしてはそんなに強くないかな。まあ無属性っていうこととがね、まあ非常に大きいのかなっていう気がするんですが、で、攻撃耐性は物理マイナス 50% になってます。なんで一応今月のキャラ、1月のキャラが全員物理アタッカーになっているから、一応今回のねイベントのまあ優遇はされてるのかなっていう気がしますが、今回使う編成は全員魔法タイプなんで、それらを完全無視します。まあ魔法で言っても実質これ等倍なんで 0% で普通のダメージぐらい入ってくれるから。ただまあ今回のパーティーに限らずですけど、物理フィニッシャーの方がダメージはもちろん出るからね。なんで、魔法パーティーの中でも物理アタッカーが、奥義を最後の奥義で締めで打つとか、そういう工夫も全然ありなので、うん、その特にね一番ダメージを出せるキャラだけ物理っていうのは結構非常に重要。あと単体奥義持ちだから、今回の一番の特攻は単体奥義持ちの物理アタッカーってことになってくるかな。はい、まあ、今回使えませんけど。で、あとの注意点としては、自身の貫通率、回心率アップだったりデバフとか、この辺はね正直関係ない、あんまり関係ないかな。要するに今回のルミナスさんに関してはよくある魔装甲のデバフとか、あるいはバフの耐性、回心耐性 100% とか貫通耐性 80% とか、そういったものは一切ないので。ただ唯一あるのが気絶耐性ね、こちら 100% 持ちなんで、例えば、今回使うようなあの正月のルミナス、去年配布されたやつ、あ、去年配布じゃねえよ、ガチャで実装されたやつで、もう今年に入ってあのこの間動画もアップしましたけど、なんか新年記念配布チケットみたいなやつで選べるチケットあったよね。で、あの中でもルミナス選べるんで、まだ交換してなくて今回使いたいなっていう方は全然交換してもいいんじゃないかなと思います。あのルミナスの気絶回避率無効にできるんだよね。 0% にできるっていう希少性の高いスキルを持っているんで、それで気絶耐性をゼロにしてから気絶をぶち込んでやるというような流れでいきたいなと思ってます。はい、ということでパーティー紹介しましょう。はい、ということで今回こちらです。まあといってもね、もう去年からずっとやってる人はもう割と見飽きたかのような気がするけどね、テンプレパーティーです。やっぱ未だに強いわこれ、カゴシュナ筆頭にした去年の正月パーティー。まあ、解説動画でも散々言ったけどさ、やっぱ強いわこれ、やっぱり無駄がない感じがする。まずこのカゴシュナが味方全体の貫通力と気絶特攻バトル終了まで 10% アップ無限加算、さらにカゴのマスオコン SP 増加量バトル終了まで 100% アップ最大 500% まで、さらにスキルコスト上限バトル終了まで 40% アップ
ていうことになっていて、もう、まあ、この鹿児島内、まあ、そうだね、鹿児島内以降もトレンドというか、もう基本構成こんな感じになってるよね。チャージ型って言えば、やはり SP 増加量増やしてコスト上限増やして、でなおかつもう一つなんかバフつけるよみたいなタイプ。まあ、今回のシュナに関しては貫通力と気絶速攻両方上がってくれるっていうところもね、かなり強いです。まあ、ちょっと気絶速攻特殊なんだけどね、だいぶ特殊な感じはあるんだけど、相手が気絶してないとこれ全く意味がないものなん で、一応刻印符をカゴのマスオコンのカゴゲージ増加量アップにしてるんだけど、これはね HP 回復でもいいと思う。ちょっと耐久するの難しいなとか死んじゃうなって人は全然 HP 回復でもいいと思うんで、ただその分なんかカゴスキルの発動回数がね、まあ1回や2回ぐらい落ちるかもしれませんが、そこはね、気合で、もうあとマソコンの運もあったりするからね。であと今回ミッションが9ターン以内までクリアがあるのかな、確かね。なんで今回8ターンクリアしてるんですけど、もう1ターン分ぐらい余裕は全然あるんで、そこでね、さらに僕のこの動画よりもね、カゴスキル発動回数増やしたりとか、そういったところで火力足らなかったら、ね、調整してみてほしいなと思います。で、あとについては、イジス、こいつはなんでかっていうと、開幕が、カゴ2枚、技能4枚っていう手札になるんで、まず、イジスで、カゴ変換してあげて、技能6コンボぶち込んであげます。で、2ターン目で SP90 溜まった状態で始まるんで、そこから、スキル使って、カゴのマスオコン6コンボしていく感じになるかな。はい。で、ルミナス、さっき言った、気絶、無効スキル持ってたりとか、あと、技能カゴに変換するスキル。あと配布の層からね、こちらが技能闘技1枚ずつ変換、一応あと身体変化系スキルのスキルにもあったりするんで、これ身体変化系2回使わないとミッション達成できないからね、こういった層からのスキル等もしっかり駆使していきましょう。であとはシュナの変換スキル、奥義マスオコン過去に変換とか、あと最後の奥義バフだね、これを使っていくという形になります。あと今回一番火力出るフィニッシャーのリムルですね。はい、こちら敵単体の奥義ダメージ耐性1ターン 50% ダウン、さらに味方全体の貫通率 100% アップで、スキル2が敵単体1ターン 100% の確率で気絶状態、さらに祝福の信念または異界神話勢力の気絶特攻2ターン 40% アップということになっております。これで火力出していくような形になるかな。はい。で、一応戦力調整のためカゴキャラの支援キャラわざと外してますけど、これは皆さんもちろんのことつけてくださいね、皆さんはね。はい。というような感じでしょうか。まあ、あとの立ち回りに関しては、ひたすら基本変換スキルを駆使して、2ターン目以降はカゴの6コンボ、できるだけ組んでいく。で、注意点は、カゴスキルはもちろんね、前衛にフィニッシャー、特にリムルを前に出してから発動、前衛キャラにしかかかんないから。で、あとは、なるべく最後のターンぐらいまで、7ターン、8ターン目ぐらいまで、奥義ゲージは溜めないようにね、なるべくキャラ全体に分散させて、奥義ゲージ溜まっちゃうと、カゴ6コンボできなくなって、ちょっとゲージ溜めが微妙になっちゃうんで、なるべく溜まらないように、溜まらないようにっていう感じで、キャラをうまい具合に交代しながら、戦っていくことをお勧めしたいなと思う。失敗したら、まあ、やり直せばいいんだけど。はい。ということで、実際にやっていきましょう。強大な魔力の接近を感知しました。相手をするのは一強であろう。こ、容赦はしません。月の光の導きを。その命もやるな。この決死はやるでも。
には必ず。人形変更を受諾。私の出番ね。に任せて下がっておれ。人形変更を受諾。やるではないか。マスターの意向のおかげです。